こんにちは大島です、えー、今回は LINE、えー、アットの使い方についてご説明していきます LINE、えー、アットですけども、えー、と結構ですね、えー、とスマホの方で、えー、いじっていく方が多いかもしれませんが基本的にはパソコンの方が、えー、操作が簡単ですし、えー、と素早く投稿できますのでパソコンで、えー、やるようにしましょう で、えっ、ー、と、スマホで投稿する人が結構多いと思いますんで、意外とですね、私もそうだったんですけど、パソコンでログインする画面がなかなかね、あの見つからないという方も結構多いので、えー、こ,のこちらのですね、えっ、ー、と、アドミンオフィシャルラインミーという、こういう、このアドレスでログインすることができるんですけども、 えっと、こちらの方をですね、サイトの方にも貼っておきますので、そちらからログインしてください。で、こちらログインすると、このマネージャーでアカウント一覧というところがまず表示されます。初めての方はですね、えっ、ー、と、LINE の認証があると思いますので、えっ、ー、と、スマホにその認証コードが送られてきて、それを入力することで、LINE アットマネージャーをパソコンで開くことができるようになります。 では、それをですね、終わったということを仮定してご説明して,していきたいと思います。まず、LINE アットマネージャーを開くと、こういう画面になります。で、えっと、主に基本的に使っていくのはメッセージを作成する、フォームを投稿する、それとですね、えっと、メッセージ作成の中の、友達追加自挨拶。 この,3つですね、この3つをとりあえず使えれば、一旦 LINE アットはいいと思います。他にもですね、クーポンだったりショップカード、いろいろな機能がありますけれども、一度にいろいろ覚えてしまうとですね、なかなかなんかわ,けわかんなくなってしまいますので、まずはメッセージ、ホーム、友達追加時あ挨拶この3つに絞ってですね、簡潔にお伝えしていきたいと思います。 今回はその3つの概要をお伝えしていきます。まず、メッセージ作成ですね。これはですね、えっと、LINE で言う、えっと、普通に友達とやり取りするようなあのメッセージ、ピコピコっていうね、あの皆さんよく使っていると思いますけども、そのピコピコっていう直接メッセージに送るメッセージということになります。このメッセージ作成の、ここのテキストで入力して、配信を押すと、 このアカウントでは769ありますが、この中769 76人に直接メッセージを送ることができます。これはですね、まあ、ブロックとかされない限りは必ず通知が行きます。メールと違ってですね、読まれないとか無視されるとか埋もれるとかっていうのが LINE は基本的にあまりありませんので、 慎重に行って、あまりしつこすぎるとブロックされてしまうので、そこら辺は気をつけていきましょう。ノウハウなんかは、あとまた、後の別の動画でお伝えしていきます。今回は、その3つ、メッセージ、ホーム投稿、友達追加時挨拶についてお話ししていきます。まずメッセージ作成なんですが、友達全員、今すぐ配信。 え、投稿しない。これがデフォルトで設定されていると思いますが、基本的にはこれでいいかと思います。日時指定がですね、えー、したい方は、このように、時間を決めて、配信ボタンを押すと、予約することができます。で、予約でですね、投稿することができますので、今すぐ配信じゃなくてですね、予約投稿ということをする方は、こちらの今すぐ配信ではなく、日時を指定して、予約、 配信をします。えー、それでですね、えー、友達全員、基本は友達全員で属性絞り込みっていうのは、えー、もっともっと有料会員、えー、3万円のね、有料会員にならないと、属性で絞り込みという機能は使えませんので、基本的には友達全員で OK です。で、ホームも同時投稿っていうのもあるんですが、これはメッセージを送ったときに、えっ、ー、と、ホーム、後で説明しますけども、ホーム、 ホーム投稿っていうのも同時に自動でされるという機能です。ただこれは僕はあまりお勧めしませんので、これは投稿しないでいいと思います。はい。ではまずこれメッセージ作成についてはこんなもんですね。でテキストはですね、最大ここに書いてありますけれども、一度に3件までメッセージを配信することができますので、これ3つだけになりますね。で各500 文字になります。で、えー、これ消したいときは消す。で、これ画像ですね。画像をアップロードする場合は、ここに画像をアップロードするんですけども、画像もこの1メッセージに含まれます。なので、一度に3件までメッセージを配信できますということなので、えー、テキスト、画像、テキストでも3つとカウントされます。えー、画像、テキスト、画像でも3つとカウントされます。 え、判定されますので、その辺は注意してください。たくさんにね、一度情報を、情報をたくさんに一度でね、送ると、送ろうとするとですね、なかなか LINE の方では難しかったりしますので、なるべく簡潔に送るようにしていきます。はい。で、これがメッセージ送信は以上ですね。で、次、こちらのホーム投稿。え、お伝えしましたけど、メッセージとホーム投稿と、 友達追加で挨拶だけとりあえず分かっていただければいいのでさらっとご説明していきます次、新規投稿ですねこちらホーム投稿をクリックするとこのように新規投稿という画面になりますのでここで、えー、とテキストこれ同じですねメッセージ作成と同じですテキストがですね、えー、とホーム投稿の場合は1万文字入れることができますで そこだけがメッセージ作成とは違いますね。で、メッセージ作成の方は、先ほど言いましたけれども、直接、えっ、ー、と、送ることができます。直接相手の LINE に送り、送ることができます。で、えっ、ー、と、ホーム投稿というのはタイムラインですね。タイムライン。えっ、ー、と、LINE でタイムラインっていう機能を普通の LINE で使ったことあると思いますけれども、そのタイムラインの、えー、まあ、公式 LINE アット版みたいなものですね。 後ほど、えーと、ホーム投稿という動画の方で、えー、詳細はお伝えしていきたいと思います。まずは、えー、とメッセージ作成で、えー、としっかりと、えー、相手に届けて、でホーム投稿で、えー、タイムラインで拡散するみたいな、そういうイメージを持っていただ,いただければいいかと思います、えー。基本的にはメッセージ作成でメッセージを送信して、ホーム投稿も同じように投稿すると。 いうふうなノウハウになってきますので、こちらの2つは必ず使うという認識でいてください。次はメッセージ作成の友達追加挨拶ですね。これはですね、一番最初に設定しておかないといけません。友達が追加してもらった瞬間に送られるものですね。リンクだったり、QR コードだったり。 で、追加してもらったら必ずこれが自動で返信されるメッセージになりますので、これはしっかりと作り組む必要があります。ここがすごく重要ですね。もちろんメッセージ作成、ホーム投稿で情報を発信するということが一番の肝なんですが、登録された瞬間にどのように自分をアピールしていくか。基本的には、お客様にファンになってもらって、えー、商品を買ってもらったり、 目的のところに誘導していくという話なんですけども、まずファンになってもらわなければいけないのは、自分のことをですね、ものすごく分かって、丁寧に分かってもらう必要があります。私の場合ですと、このように、友達ありがとうございますとかですね、こうお伝えしていきます。で、これも文字数制限があり、これも3つ、最大3つですので、あ、最大5件ですね。最大5件ですので、この中に詰め込まなければいけません。 私の場合は、まあこんな感じですね。128文字、124文字、424文字。私の場合は、挨拶、自己紹介とか、軽い挨拶ですね。LINE の内容。次はテキスト。次は会社案内とかですね。自分のプロフィールとか、オフィシャルブログとか、会社のホームページとかを載せています。この辺もね、あの違う動画でしっかりとお伝えしていきます。 で、こちら、えー、と一番最後ですね、私の場合は、えー、とこの LINE アットを追加してくれたご縁に、えー、無料のセミナー動画をプレゼントしております。で、えー、これは気軽に見れるようにですね、えー、3つ用意してますけども、まず登録してもらったら、えー、自分のことをね、いかに知ってもらうかっていう話なので、まあ、自分がね、喋ってるセミナー動画だったり、えー、自分が、えー、こういう こういうことをやってるんだよっていう商品の説明だったりっていうのをここに載せておいた方がいいです。ただここでですね、いきなりセールスチックになってしまうともう読まれなくなってしまうので、ここではもうプレゼントという形で本当にですね、無償でいろいろ教えてあげるという気持ちで、無料プレゼントのコンテンツを置いておくと非常にいいと思います。はい。以上で,ですね、今メッセージ作成、ホーム投稿、友達追加時挨拶、この3つお伝えしました。 本当にですね、えー、と他にもいろいろ機能がありますけどもいろいろやっていくとですね、大変ですしそもそも LINE アットっていうのはで店舗、ね、リアル店舗の方がやっていくものなので、えー、こちらのショップカードとかクーポンとかっていうのはリアル店舗様がどういうふうにやっていくかっていうことで後ほどですね、どんどん追加で動画をアップしていきたいと思います。 今回は一旦このメッセージ作成、ホーム投稿、友達追加で挨拶というのは必ず一番最初に知っておきたいメニューですということをお伝えしました。今後別の動画で詳しくこちらのテンプレートをお渡ししたりですね、実際にどのように送るのか、どういうふうに送ると効果的で、どういうふうにやるとさらに友達がどんどん増えていくのかという方法を随時お伝えしていきますので楽しみにしていてください。 それでは、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。